夢の続きを咲かせて。カルチャーシンドローム。この番組はアイ&Sファクトリーの提供でお送りします。アナママ、うん、また夢見たんですよ。また夢ですか。まあ、よく見ますね、うん、なんかね、うん、あのよく夢を見るようになりました、うんうん、昔見なかったのにね夢も見ないぐらいにぐっすり寝てた。そう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 。ってことは浅いってことなんだ。ね、多分ね、うん、そう。ちょっと聞いてくれる？うん、いいよ、聞く。あのね、うん、まあ、ツッコミにどころはいっぱいあると思うんだけど、夢だから、うん、夢を、こういう夢を見たんですよ。うん、ちょっとね、あの大きなお金を入金しなくちゃならなくなって、はいはいはい、うん、あの、はい、まあ、100万200万みたいな大きなお金をね、うん、大きなお金を入金しなくてはならないらしくて、うん、あのなぜかママと俺 の、うん、あの持ってる長財布、うん、俺あれをカゴに入れて自転車で俺が移動してんねんか、うん、いやだからそのツッコミやめてくれって黙ってきよ、黙ってきよ、カゴの中にママと俺の長財布が入って、うん、で、銀行にあの移動してないか、うんうん、でふと立ち止まったら、うん、小さい子供が目がキョロッとしたその小っちゃい子供、男の子の子供が、うん、カゴごと、うん、自転車から、自転車からカゴごと引きちぎられた、なんか子供からそう怪力かよみたいな感じで、おうおうおう、それもブチじゃなくてスッと取ってた、なんかなるほど。俺返せってこと俺が言ったら、やだよってこと言いながら逃げたんやんか。いや、やだよじゃないだろ、俺とママの財布って。ほんで追っていったんやんか、追いかけていったんやんか。追いかけていったら小さな一坪ぐらいの小さなあの立ち飲み屋さんの中に逃げ込んでいったんやんか。で追い詰めたと思って、でそしたらカウンターの奥の方に行っちゃって、でカゴごと、うん、俺が奪い返したんやんか。ほう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 。奪い返したらそのカゴの中に俺の財布しか残ってんの。ママの財布払えんやんか、うん、お前がちょっとええ加減で返せやとかって俺怒ったんやんか、その子供に。そしたら子供が嫌だよってまた言うねんやんか。で、店主のおじいさんの後ろに隠れちゃったんやんか。ほんでおじいさんが、いやまたやらかしましたかって、なんか日常茶飯事的な感じで俺に言ってくんねやんか。ほんでよく聞いてみたら、その子は孫らしくって、気に入ったものを何度もかんでもテレポートしてしまうって言うねやんか。へー、あ、急に、なんかエスパーの話に発展していったんやんか。ほうほう、なるほど、ほう。で、そのまんま引きちぎられたその自転車カゴの中に俺の財布だけが残って、ママの財布だけがテレポートしてどっか行っちゃったんやんか。で、返せ言うても嫌だよなんて言うし、で、そのおじいちゃんはやはははだ、なんかはぐらかすんやんか。でふざけんなよって、で警察呼ぶわって、警察に説明できますかねなんておじいちゃん言われて、まあ、確かになって結構俺考えたりなんかするんやんか。でおじいちゃんのらりこられる話を交わして、そのまま小料理屋やったからお酒をごちそうになって、まあゆっくりしていきなさいみたいな感じでいい気分やんで、また俺そのまま帰ろうとするんやんか。そしたら、あ、いかん、ママの財布どないしてママに説明したらええやろ、これ子供のその取られてしまって、そのママの財布がテレポートしてしまってどっか行ってしまってと言うと、ところで目が覚めて、私に説明したところで、そう、絶対ママに怒られるというところで、はぁやべえというところで目が覚めて、よかったな目覚めてな、うん、そうめっちゃ怒られたよ多分。あのガキンチョ腹立つわ人の財布をそのなんかテレポートさせてしまって、あのクソジジほんまにいやいや、お酒で丸め込まれたんでしょ。お酒で丸め込まれたんやろ。ただ酒飲ませていただきました。そうそう、ママの財布にいくら入ってたんか心配やけどね。分からへん、多分大きなお金やったと思うから、多分マジか、よかったな、私に怒られる前に目覚めて、何十万とかっていう単位じゃないの、ふと冷静に、酔いから覚めて、たまに本当パパな変な夢見て起きてくるもんな。そうやな、なんかこういう夢を見るとな、変な夢を見ると
ほんとママはなとか言いながら起きてくるからな、意味わからない。大概言ってましたね。大概ママが何かやらかすんやんか。やらかすか、なんか変なところにママが登場してくるんだよ。部屋に来て開口一番、ほんとお前やめてくれよとか言ってくるから、何がやねんっていう。ちょっと待ってって。そうそう、何がってそうそうそう、夢で起こるのやめて。本当に皆さんはどんな夢をご覧になっていますか。わ、夢って嫌ですよね。はい、皆さん、カルチャス一条和也でございます。カルチャスひとみです。カルチャス立花亮です。カルチャス時田真子です。カルチャス菊谷真央です。カルチャス渋谷空です。シャープ314カルチャシンドローム、2月28日水曜日配信予定分でございます。でもとんでもない夢を見たらなんかするんですよ。 SF からホラーから、あ、ホラーは最近見てないかな。サスペンスとかが多いですね。謎っていうか、でイラッとして目が覚めるんですよ。謎解きしてる感じが。そうそうそう。で、まあ夢なもんだから、いろんなそのシーンが、うん、あのババババババッと重なって、ね、切り替わらないんですよ。切り替わらずに、あの同時並行的にババババババッと目の前に展開されていくもんだから、忙しいですね。忙しいんですよ。結構夢見てみる。僕はもう絶賛無呼吸症候群なんで、あのだからずっと浅いから、うん、もうね、もうほぼ毎日見てます。ほぼ毎日見てるから、もうあの、あ、これ夢だなと思って、なんかストーリー楽しんでるぐらいの。あれ、じゃあやっぱり俺、浅いんだろうか。浅いだと思いますよ。浅いからそんな、ママ出てくんなや。そんだけママのことを考えとるか。要所要所で出てきて俺に文句言うねやんか。どういうことやねん。文句というか注意というか、何してんのあんたみたいな感じでくんねやんか。私あんまりほら、なんかあんま寝ないけど、寝たら確実に夢見る。夢見るし、でなんか寝たら夢ってわかるから、うん、なんかこの辺に、うん、あの画面の上の方に自分がいて、わかる、すっごい冷静なやつ。あ、夢見てるなと思いつつやってる。ね、なんか夢の中で、あ、ちょっと待って、ここで今右に行ってとか自分で言ってる。すごい、これもゲームしてる。そうそうそう、ゲームしてる。だからママと一緒に映画見に行くの嫌なんや。ものすごいこの人先読みできる人なんや。喋っちゃうね。で、あの終わって面白かったね、ああやったね言ったら、うん、だいたいストーリー分かってたわ。え、今日初めて見たのねみたいな。あの人が出てきた時点、あの人のカットが、あのアップが出てきた時点でもう結末分かったみたいな感じ。すごい、ものすごくその考察力が高い。隣で私が、あ、これとか言うから、あのもう何だかほら、絶対に前振り的なあるやんか。伏線が出てきた瞬間に、このセリフあかんとか思うから、うん、そうするとパパがお前ほんまやめろって言うネタバレになる。ネタバレに似たらやだな。俺世界観に浸ってるのに冷静に見るな。自分ではその感じなんやけど、うん、小声であかんとか言うてんねんな。無意識に言ってるみたいで、お前あかんとかうるさいとか言われて。そう、ゴジラの時も。そうそうそう、ゴジラの時も。そうそうそう、ゴちゃんの時も大丈夫、生きてるとか言う。なんかあの、やだな。その裏切られたことない？その自分の考えてるそのストーリーから。裏切られたらすっごく、あの、悔しいっていうか、嫌なの。嫌っていうか、あの、あ、嬉しくならない。なるほどなって思うけど、うん、なんかないの、そんな映画は。ある、いっぱいあるよ。あ、いっぱいあるか、なんか大体が自分 の、 あのこうなってほしいっていうところを想像してるから、うん、それを完全に上げられると私の中ではあんまりいい映画ではないことが多い。あ、そうなんだ。そうなんだ。基本的にママはアンハッピーエンドは嫌いなのよ。そうなんですよ。あの絶滅とかもダメなんですよ。絶対全滅とか、とかもダメなので、でもなんかその気持ちと裏切られて、うん、あ、こんな展開面白いってことはない、あんまないってこと。大体がだってそしたらバッドエンドかメリバーになるので、私の中では あのハッピーエンドが基本的に好きな。もう伝説巨人イデオン あの宇宙爆発みたいなね。イデがイデの暴走、暴走とかいうのはもう許せないから。みんなバイストンウェルへ帰ろうとかね。そうなんだ。そういう系はダメなんですよ。ダメ、好きじゃないんだ。皆さんはどんな映画、どんな夢をご覧になっていますか。ということでカルチャーシンドローム始まります。カルチャーシンドロームドラマ CD 第3弾は
学校を舞台にしたホラーもの。同窓会で昔の教え子たちと再会し、取り壊し寸前の旧校舎を探検することになった小学校教師が一緒に閉じ込められてしまう。ダメだ、開けない。そんなはずは。何か不思議な力が作用してるのかな。どっちにしても俺たち学校に閉じ込められたってことね。やはり幽霊の仕業なのでしょうか。そして次々と起こる怪現象。なんで県外だったはずなのに。まだ県外のままだぜ。鳴ってるのは私の携帯だ。でもこんな着信音に設定してないのに。やー、鏡に血文字が。血文字なんてどこにもないよ。ユリも見たのか。うん、私も見てないの。何かが歩いてくる。あれって人体模型。果たして彼らは無事に学校から脱出できるのだろうか。カルチャシンドロームドラマ CD 第3弾ずっと一緒だよ。6月19日イベント会場で先行販売開始。お楽しみに。カルチャシンドローム。改めまして皆さん、カルチャス一条和也でございます。はい、カルチャスひとみです。カルチャス立花亮です。カルチャス時田真子です。カルチャス菊谷真央です。カルチャス渋谷空です。はい、前回ですね、誕生日をお祝いしたということで、全然メールを読めなかったので、はい、もう早速のメールを、読んでいきたいと思います。はい、今月のテーマがですね、あなたの寒い時の食べ物でございます。お便り読んでいきたいと思います。ラジオネーム瀬戸内ポップコーンさんです。カルチャファミリーの皆さん、カルチャッス。カルチャッス。今月のテーマですが、寒い時に食べたくなるのはやっぱり中華まんですね。最近は中身が複雑な中華まんが増えていますが、おじさんとしては定番の肉まん一択です。肉まんはあったかいのはもちろん腹持ちがいいです。皆さんは中華まん何が好きですか、ということで。あのね、僕はもう関東生まれ関東育ちなので、もう肉まんがもう当たり前なんですよ。肉まんって呼び方がね。なるほど。でも豚まんって言うじゃないですか。豚まんです。関西の人は。豚まんです。関西は豚まんだったね。豚まんです。もう関西豚まん。はい。豚まん。豚まんね。小さい時は本当に分かんなくて、どっちか。その多分肉まんもコンビニにあったと思うんですよ。はいはいはい。なかったかな。なんか例えばスーパーとかで冷凍の肉まんが売ってたりすると、どっちみたいな。なんかいつも食べてるのはどっちみたいな感じになって。そう結構ややこしかった。呼び方問題みたいなのも面白くて、これね、ちょっと調べたんですよ。で、関西ってその牛肉文化圏だったんですって。で、肉って言われたらもう牛肉のことというのが当たり前の、そのなんか歴史が関西の方にはあったから、その肉まん中華まん来た時に豚ですよっていうことで豚まんやったんですね。で、これがその近江牛とか神戸牛とかが有名みたいなのもいろいろその歴史の中にあってそうなったと。で、関東って豚肉文化だったんですって。これがよく分かんなかったんですけど、なぜそうなのか。だから別に肉まんでも問題なかったっていう話らしいんですよね。でも今コンビニって肉まんの下に豚まんがあったりするから。そうですよね。何が違うの。もうそこら辺は曖昧になってきてる。そうなんだ。みたいな部分はあるっぽいですね。知らなかったね。特選とか豪華とかっていうのがね。そこにあんまりこう複雑なあの違いがないというか、いうところらしいです。ちなみに僕はあの肉まんのタケノコ、あれがシャキシャキ、そうそう、あの食感の違い、もちもちの中にシャキシャキがあるみたいな、あれが本当に好きですね。わかるね。わかります。そこに和がらしをつけましょう。和がらしね、その文化全くないんですけど。なんなんですかこれ。なんで和がらしの文化がないの。肉まんにからしなんか絶対合わないから。合います。合います。結構な関西人を怒らせてるぞ。絶対合わない。当たり前ですよ。めっちゃ合うって。いや、結構大勢の関西人敵に回したぞ。いや、だって、まあ、パンにからしパンじゃねえよ。マンじゅうに。でも本当に、でも本当さっきも言ったけど、こっちに来て、肉まん豚まん買った時に、
あの、からしがついてないことで、え、うん、からしないんですかって言っちゃったもんね。いやー、からしもらえ、そう、想像つかない。確かに、あの、551の肉まん買った時、確かにからしついてたかも、ね、ついてる、ついてる、何、のためについてんだろうって思った、そうなんだ、なるほど、ね、向こうはだから言わなくてもついてくるから、違和感なかったで。コンビニにも、コンビニでも関西だったら絶対にもうついてくる、ついてくるね。当たり前な、全然それないよね、ない。ないですね。ない。そ、中華まんだけですか？そのあんまんにはついてない。あんまんにはつかない。そうだ。それがそう。あんまんに辛味をつけてどうするの？今ね、今ポテトどっちかに。ノルウェーとかけとかあるからね。甘いものにあるかもしれないじゃない。ね、まあ、いや、一回やってみて、食べ、美味しいから。ぜひからしを買って。おでんとかにもつけないからな、からしは。わかります。時田もつけない。え、おでんつけないんですか？つけないの？つけない。てか、からし、からしが食べられない。嘘、これはもう別の話になっちゃうから、挑戦ができない。わさび食えない人みたいな。あ、わさびも、わさびも食えない。お子ちゃまだ、挑戦ができない。次行きたいと思います。ラジオネーム、妖精女子さんです。カルチャファミリーの皆様、カルチャッセ、カルチャッセ。ファミリーの皆様の中にも一人くらいはいると思うのですが、私、缶のおしるこが大好きです。最初におしるこを缶で販売しようと考えた人は天才です。ただ私の周りにはおしるこ好きがいなくて、本当はおしるこが飲みたいのに、ちょっと恥ずかしくて周りに合わせて缶コーヒーで済ますこともあります。大人がおしるこ好きでもいいですよね、ということで全然問題ないと思う。僕は普通に買いますよ、全然。関西にもあったと思うな、はい、おしるこね。前菜じゃなかったかな。ああ、なるほど。読み方がちょっと違うかな。前菜の時もあります。前菜、おしるこだったかな。前菜とおしるこって何が違うんですか。前菜はどちらかっていうと、あの、豆粒がしっかりと残ってる、うん、おしるこは、まあ、あの、それがない方、すっきりとした。前菜っていうと白玉入ってそうだなってイメージがある。そう思いました。お餅類が入ってるか入ってないか、はい、関西では白玉というよりも本当焼き餅ですよね。あ、そうなんですね。そう、焼き餅に、汁粉ですよ、うん、俺は全然汁粉じゃない。豆、あの、一条家ではママは汁粉派、はい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 、俺は全菜派、うん、変わんないよ。全然違いますね。あの、豆ないやつ。あ、豆が入ってないやつ。おしるこっていうのはさらっとした感じのやつ。豆が一切入ってないやつ。そうだ、こしあんを薄めたような感じ。嘘、でも缶のおしるこって粒入ってない。入ってます。だから私最初、おしるこだと思って喜んで買ったら粒入ってない。そう、俺的にはぜんざいなんだよ。はぁ、そう、もしかしたらその関東関西の呼び方の違いとかもしかしたらあるかもしれない。あるかもよ、調べてみて。じゃあ、あの、来月気が向いたらその発表します。お願いします。いや、僕は全然、あの、ありですね。あり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 ですね。あの、しかも今ね、あの、自動販売機でスープとか売ってるじゃないですか。売ってますね。味噌汁もあるよ。そう、コンソメスープとかもあったりとか、コーンスープとかね。そうそうそう、本当に寒い時お世話になりました。あれ美味しいですよ。あれ飲むとでも米欲しくなるんですよね、僕。米、コンソメもスープで、そう、コンソメで、コンソメとか、あ、コンソメ、いや、でもコンソメもね、え、パン、主食を、パン欲しくなる、主食を、パン欲しくなる、何も欲しくならない。私もそのままでいい、そのままでいい。味噌汁、味噌汁はちょっと飲んだことないんで。あ、そうかそうか。味噌汁の缶ってあるのか。あるある、あるある、しじみの味噌汁とかありますよね、普通にある。まあ、それとはちょっと違いますけどね、はい、あの、秋葉原にはおでん缶とかあったり、ね、あー、ありますね。おでんが入ってるんですか。そうそうそう、おでんが入ってる。おでんもね、あの、牛肉、なんだっけ、牛すじ、牛すじ、牛すじも関東圏のあれではないから、うん、今はもう一般なのかもしれないけどね、うん、そういうのもありますよ。食べたことない、はい、ということで続きまして、ラジオネーム、ひろきさんでございます。皆さん、カルチャッス。寒い時の食べ物といえば鍋しかないでしょう、うん、寄せ鍋でも味噌でもキムチでもどんな鍋でも大好きです、冬は週に一度は鍋をして、その出汁で二度三度楽しみます。私の場合、締めはうどんと決めているのですが、皆さんはどうですか、うん、うどん、ご飯、ラーメン、最後の最後まで食べ尽くせる鍋は最高です、ということでございます。我が家はご飯ですね。高確率でご飯ですね。ご飯ですね。おじやにしますね。もう大量の卵、そして大量のネギ入れて、そんな腹パンパンになる。だからそれもちゃんと見越した上でのその具材の量を調整します。最初に鍋食って
食べてる時に白飯は食べない。食べない。あ、食べません。ないんですね。ないのか。最後に取っておきます。そういうことか。はい、じゃあその鍋食べてる時はその野菜とか肉しか食べない。そこに集中します。できない、できない、あんまりやらない。それもしか焼肉食べる時とかって肉だけ食べますか？いや、俺はご飯も一緒に食べます。あとはご飯食べる派、私は食べない派。食べない。味濃くないですか？できないんだよな。味濃いから、うん、他のものをいろいろサラダとか。ママはサラダと肉をちゃんと半々食べる。サラダか、健康的だ。何かにつけてやっぱ米が欲しくなる。だから、鍋食わない。あ、でもどうなんだろうな。そうね、米欲しいな、やっぱり。だからじゃあ最後その締めをやるんだったらうどんかラーメンか。パンパンなるって腹下げちゃう。だからそうならないための量をちゃんと調整するんですよ。ちょっとそういうあれあれバグってるかもしれない。満腹中枢的な。そうか。合いますよ。合うよ。だってキムチ鍋なんか食べてたら薄める何かが欲しくなる。キムチ鍋とかまあなんか。キムチ鍋は最後はラーメンでしょ。なんとかわかんない。食べてる最中の辛みがよ。辛み？本当おすすめします。エバラのキムチ鍋の素を使ってくれる。ね、あれね、全然ね、程よい辛みなのでスルスル食えますよ。なるほどね。いやということで、関連してちょっと読みたいと思います。ラジオネームいちご一こちらラジオネームいちご一恵さんでございます。すいません。一条さん、ひとみさん、カルチャッス、カルチャッス。寒い時に食べたくなるものですが辛いものです。もともと辛いものが好きなこともあるんですが、ラーメンもカレーも辛さが選べるなら激辛。そう。お鍋もキムチ鍋とか辛い系のものが好きです。辛いものは好き嫌いが分かれると思いますが、食べると体の中から熱くなって元気が出ますよ、ということでございますけれども、大好き、キムチ鍋。まあ、発汗作用がね、この促されてね、激辛的なものをよく食べる的なのはあります。いや、激辛あんまり得意じゃないです。得意じゃない。いや、どう聞くたにも無理です、辛すぎるのは。キムチは好きなんですけど、やっぱ実家暮らしなので、やっぱ鍋ってみんなで食べるじゃないですか。あんまり、てか一回もやったことなくて、でもキムチは好きなんですよ。やってみたいのはあるんですけど、食べられないので。じゃあ一人鍋にしてみれば。確かにね、一人鍋って難しくない？それこそ100均とかに行ったら一人用の鍋って売ってるじゃないですか。まあ100円で売ってないと思う。200円ぐらいするんだろうけども、それでご家族でやってみればいいんですよ。コンロも安いコンロがあると思うから、一人ずつ食べたいな。だからみんなで食べたいな。基本はこの野菜鍋というか、その豚鍋か、そういうのをします。で、私はそれの具材を取って、キムチのそのあれを元を入れてキムチ鍋にします。でもいいじゃないですか。じゃあ時ただけ古食できると思いますよ。みんなで食おう。ちょっと一手間かかるけどやってもいいんじゃない？そうですね。まあ、ご家族の中で好き嫌いが分かれるだろうか。うん、ね、だからいつもちょっとキムチ鍋食べたいなとか言っても却下されます。やってみてください。そうですね。いいですね。お母様ぜひ。いや、自分で作れよ。本当だよ。その一手間を自分で負担すれば、お母様はじゃあやってごらんってなるから。作ってよって、そんな面倒くさいのやっとるかとか言われるのに決まってるじゃないですか。確かにな。僕はマイルド辛味アンチなんで。マイルド辛味。そうか、辛味をうまいってあんま感じない人間なんですよね。辛いと、なんか早く飲み込みたくなっちゃう。辛いしかなくなっちゃう。辛味をうまいってあんま感じないな。辛いものが苦手でって、もうどうしようもねえな。そんなに辛いのがめちゃくちゃ強いわけじゃないけど、絶対なんか水炊きとかしても絶対七味とか使っちゃうし、そう、辛味は絶対入れちゃう。そう、入れちゃう。七味とかも入れないんだよ。我が家の七味の消費量が半端ないから。うどんとかやってもね、そばとかでもそうだし。辛いだけの七味は嫌いなんですよ。香ばしい七味を見つけたので、それずっとそれ使ってます。ごま入りのね、美味しいよね。ごまの香ばしさがすごく際立ってるので。ちょっとカルチャでキムチ鍋するか。
めっちゃいいですね。あ、絶対うまいっすよ。ね、みんなでキムチ鍋のお店とか行って、ね、やったー。キムチを食わせてやるね。橘さんの顔だけが辛み克服のための全然辛くない。ワイルド鍋と辛み鍋とワイルドの方ばっか食べちゃう。はい、ということで、続きましてラジオネーム浅草キングさんでございます。一条さん、ひとみさん、ファミリーの皆さん、カルチャス。冬に食べたくなるもの、実はアイスクリームだったりします。笑い、もちろん夏にも食べるんですが、コンビニでアイスを買って帰ってこたつに入りながら食べるのが贅沢な気分で好きなんです。笑い、冬に食べたい、冷たいものを食べているという背徳感もプラスされます。うん、もしかしたら北海道民かな。北海道の人はアイスクリームが、あの冬に消費量多い。あ、そうなんですか。あの家の中がもう極端に、あの密閉されてて、あったかくしてるもんだから逆に暑いんだって。なのでアイスクリーム食べたくなるんだそうです。なんか北海道のその暖房のシステムってなんかちょっと違う、なんだっけな、なんかセンターヒートみたいな、なんかちょっと名前忘れましたけど、なんかそういうその密閉度とかね、なんかあるらしくてね、すごいあったかいって、あの後輩が言ってました、北海道出身のね。我が家も密閉度高くってね、あの窓を開けないと換気扇がうまく作動しないんですよ。すごいな。そんなに間違えて先に換気扇をつけると窓が開かなくなるんだよね。それすごい。ものすごい疲れが得られる。気圧が換気扇で怖頑張ってる。そう。だから窓を換気扇を使うときはママ窓開けてとか必ず言うの。開けないと。開よ。危ない。それなんかこの天気とかで気圧が変な状態でやったら窓パリンってなりそうだから。やぶだやぶだ。だから消してとか。冬もそんなにね、冷たさはこもらないかな。暖かいけどね。僕はあの最近その知り合いがチョコモナカジャンボうまいんすよって。美味しいね。美味しいよね。で僕もなんか多分ね10年ぐらいもう食べてなくて、そんなかって思いながら行ったら、あのその時ちょうどなんかね真ん中の板チョコがなんか 30% 増量みたいな、なんかそうでしたね、一時期。うまーって美味しいやつ。あの3日おきに食べてたぐらい。ただジャンボはあのまあ私好きだからって言って5個ぐらい買って置いてたのね。ですぐ最初1個目は最初食べるけど、そのカレーはずっとほら放置してるじゃない。そしたらやっぱりもなかの部分がしなーってなっちゃう。柔らかくなっちゃう。だから買ってすぐ食べた方がいい。バリバリ感がなくなっちゃう。バリバリ感がなくなって美味しくなくなる。サクサク感、サクサク感。置いてちゃダメなんですね。そうなんですよ。だったら冷蔵庫に保存ダメ。復活させるためにわざとトースターで焼くという手があります。はい、カリカリに。表面だけの、 あの水分を一気に飛ばすんですよ。だからじっくり焼いちゃダメですよ。高温で一瞬で一瞬でバッとあの蒸発させるんですよ、表面だけ。すごい。だってうちサクサク冬だけどアイス絶対10個ぐらい置いてあるもん。おすすめの冬アイスあります？もういっぱい、なんかうちなんだかんだで買うもんね、アイスね。そうだね、めちゃくちゃ買うんで。あのよく俺がよく食うのはソーかな、ソーシリーズ。シャリシャリしてね、あのシャリシャリ感が好きなんですよ。レディーボーデンとかああいうのもいいんだけど、ソーのあのシャリシャリ感、サクサク感には勝てないかな。ソーは特別感ありますよね。唯一無二な感じがする。ジャンボは必ずなんか1個は買って、でママと半分こするから、バニラモナカジャンボっていうのはなんか最近見つけて、冬限定のさらになんかなんだバニラ感みたいなやつを食べて、うまーってなってました。私渋谷は板チョコアイスが本当に、あれは美味しい、パリパリがたまらない、めっちゃ美味しい、あれ本当に美味しいです。ちょっとチョコしつこくね。チョコやばいですよね。そう、あれチョコ食べるやつよね。もうちょっとチョコ食べるしてくんないかな。あれはまあそうね、チョコ食べるやつだな。チョコ食べるやつでいい。チョコ薄めにしてほしいか、チョコ食べるのにプラスしてアイスあるよみたいな。そう、みんな食べてんじゃん。そうだ、我が家であれだ、イムラヤの父さん好きなやつや。ママも好きでしょ、あずきアイス。あずきアイスバー。私アイス飲みも好き。アイス飲み、なんかいろんな味出てますよね。そうそうそう、ぶどうが大好き。ぶどうがいいですね。アイスいいんですけど食べれるんですよ。でも時田知覚過敏がすごくて、あの
わかる、ね、すっごいしすっごい顔にしわ寄せながらアイス食べてるんですけど、うん、やめろ冷たいなって思いながら、もう食うな、痛いんですよ、すごいわかるわ、痛いんですよ、めちゃくちゃわかる、だからあのガリガリ君はガリガリできない、あとかしながらあのちびちびちび角から角から攻めながら硬いとこ攻めて、だからだいたい溶けちゃうんですよ、下の方が、ソフトクリームとかピノはピノは ある程度置かないとちょっと歯が死んじゃう、本当に歯じゃなくってその口の奥の方で溶かしながら食べてみたら、あピノを、そうピノをその下の方に置いて、うん、一旦ベロの方に置いて、そうで熱で溶かしながら、うんうんうん、よし、いけるってところで食べるんですよ、もうめどくさい女だな、でもこれあのアイスに限ったことじゃなくて、うん、冬場全般、うん、あ、ダメだ、うん、あの歯磨きも結構やばくてやばい、ね、でも歯ブラシもいろいろとあの吟味しないといけないからです、そうです、ね、冷たい水で、うん、いやもうダメだ、ダメです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 、僕も分かる、歯医者さんに相談したしてない、ダメだろ、歯が過敏が本当に、マネージャー明日歯医者にちょっと連れてってあげて、歯医者行かないと、典型的な歯医者嫌いだから小学生とかがやってもらうやつ、歯医者全然嫌いじゃないんですけど、じゃあ行きなさいよ、まーちゃんはなんかめんどくさかったんだよ菊谷はですね、ちょっと名前が思い出せないんですけど、うんうん、あのコンビニとかで売ってる、うん、あの可愛い牛が描かれたやつ、あ、わかります、牛乳のファミマのやつ、あ、ファミマのやつかもしれない、ミルクバー、売ってる、なんかカップ、カップで、カップ、牧場みたいな、そうだそうだ、そう、さっき調べてたんですけど、ちょっとわかんない、牧場じゃない、ちょっとわかんない、牧場、このやりとりなんかあのミルク、あの漫才師のミルクボーイになっちゃった、あ、そうじゃ、みんな、それはミルクバーと違うか、違うか、違うか、確かにある、確かにある、もうちょっと詳しく聞かせてくれる、確かにある、おとんが言うにはな、おとんが言うにはどんな感じなの、はい、あるある、じゃあ、よろしいですかね、はい、盛り上がっちゃった、あのメールたくさんありがとうございました、来月もですね、この放送日が28日、放送予定分ということでございますので、はい、ぜひ、素早くメールいただければなというふうに思います、はい、ではこのコーナー以上でございます。カルチャシンドローム、続いてはこちらのコーナーです。カルチャシンドローム、彼女たちが声優にならないと絶対に言うことがない言葉。別にあなたのことなんて何とも思ってないから勘違いしないでよね。私たちは世界で一番の声優になりたいのだ。わー、イエーイ。和菓子と洋菓子、好きなのは、うん、和菓子と北真子です。お、私も和菓子、菊谷真央です。私は洋菓子、渋谷空です。わー、分かれた。いやね、正直どっちも好きなの、はいはい、なんか悩んでましたね。そう、どっちも好きなの、うんうん、ただ手に取りやすいものだったりとか、うんうん、なんか、うん、そういうので和菓子を食べることが多いかな。お団子とか。そう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 、わかります。そう、どっちも好きなんだよ結局のところ。洋菓子洋菓子って多分ケーキ屋さんとかに行っても高いから、何でも高いイメージがあって、うん、私もまあ普通に和菓子、なんかあんことかがめっちゃ好きなんですよ。あと抹茶もめっちゃ好きで、わ、うん、かる、うん、美味しいよね。分かって高い。いや、抹茶好き、美味しい、抹茶美味しい、ね、うん、だから和菓子、うん、普通におまんじゅうとかも大好きで選んじゃいます、うんうん、でも私絶対そらちゃんは洋菓子って言うと思ってた。うん、分かってますね。いや、絶対なんか抹茶とかほうじ茶とかの味は、うんうん、お茶系好きで、うんうんうん、それを使った洋菓子が好きって感じです。なあんことかは自分から食べないかな。あ、そうなんだ。じゃあ、うん、洋菓子何食べる？洋菓子本当にもう何でも食べますね。食べないものない。カヌレが私一番好きなんですよ。言ってたね。だからカヌレをいっぱい食べるし、うんうんうん、なんかマフィンとか、あ、そう、確かに抹茶のマフィンとか、そうそう、ありますもんね。抹茶のマフィンとか、ドーナツとか、うん、なんだ、もうケーキ系かと思ってました私。確かに、うん、ショートケーキとかかなって思ってた。ちっちゃいお菓子が好きなんです。なるほどね、はい、なるほどです、うん、
いいですね、うん、美味しい全部美味しいんですよ。はい、まあ、そんな感じで皆さんはどっちが好きとかありますでしょうか、うん、今月は私菊谷真央が仕切ります、うん、このコーナーは声優もラジオも経験の浅い私たち3人が恐れ多くも世界で一番の声優を目指していろんなことに挑戦していくコーナーです。今回はこちらをお送りします。フリートークもできるもん、くじ引きガチャトーク。わーい、はい、今回は月末恒例のガチャトーク、はい、私たちが普段どんなことをしてどんなことを考えて生活しているのか、ラジオに必須のスキル、フリートークに磨きをかけていきたいと思います。はい、今回も用意されている箱の中には私たち3人がそれぞれ話したいテーマを書いた紙が入っています、はい、ここから1枚を引いて、うん、そのテーマについてみんなで話していきます、はい、どのテーマが出てくるかは運次第です。はい、はい、それでは早速1枚引いてみましょう。何が出るかな、はい、何が出るかな、何が出るかな、誰のかな、これは、うん、ドラえもんからプレゼントされるなら一番欲しい秘密道具は、これは誰でしょう。渋谷です。おお、そらちゃん、はい、なんか可愛いドラえもんのイラストも描かれています。描いてみました。可愛い。やっぱりいろんな道具があるじゃないですか。そうですね。あるね。それで、うん、欲しいのは、究極だな。そう、なんだろうって思って。私は、どこでもドアなんですよ。いいっしょ。現実的に考えたら、どこでもドアが一番欲しいです。いろんなところに。やっぱ移動時間ってね、そうそうそう、すごい大変だし。うん、好きな時に行けるから一番欲しいなって思います。いや、分かるな。遅刻とかね、しそうな時にね何度も考えたいやすぐでもドアがあれば確かに、うん、菊谷は何だろうな、うん、あ、もしもボックスです。あ、もしもボックス、うん、え、もしもボックスってどんな効果だっけ。もしもボックスは、もしあの電話、うん、あの、なんか公衆ボックス、そうそう、公衆電話、うん、公衆ボックスみたいな見た目で、うん、そこに入って、うん、まあ、電話が、受話器があって、うん、そこにあの受話器に向かって、うん、もしも世界が〇〇だったらとか、うん、そういう感じで言ったらもうその世界になるんですよ、出た瞬間に、うん、自分の希望通りの世界になる、うん、みたいな能力で、だから私は、うん、もしもドラえもんがいたらって言って、うん、ドラえもんを出してもらって、で、何でも使えるようにします、うん、道具を。ずるずるいな、ずるいな、なんか。ずっと考えてた、そうやって。なるほどね。でもそのもしもボックスって、なんか現実とは違う世界なんじゃないの？あ、パラレルワールドなのかな？パラレルワールド。違うみたいよ。うん、私あんまり違うらしいです。え、だからもし、それが、もしもボックスだけあっても、うん、で出たらその現、ん？出たらパラレルワールドだけど、うんうん、戻ったらまた現実世界になるってこと？戻ったらっていうか、多分もう一回受話器に、うん、電話したら、そう、あの、なんかなんて言ったか忘れたけど、うん、そのもしもボックスがないと戻れない、うん、そう、だから一回ドラえもんでなんかもしもボックスがあの言った後になくなっちゃって、もう元の世界に戻れないってなって、うん、どうしようどうしようみたいな話すごい覚えてます、うん、気になる。トラウマにならない。怖くない。でも間違えれば、そう、間違えればね、本当に一言一句間違わないように。ああ、そう、そうなんだ。もこさんは、もこさんは、まあ、もう時田は、どこでもドア、めちゃめちゃどこでもドアが欲しいんだけど、まあ、それ以外だとすれば、もうそれももうもはや全国民が願うものだと思ってるから、あ、そう、あのどこでもドアがね、すぐに出てくるものだと思ってるから、それ以外でってなると、アンキパンかな。あ、もこさん暗記苦手？めちゃめちゃ苦手なので。そうなんですか。そうなんですか。いや、うん、すっごい苦手だから、もう暗記パンで食べて無敵にしたい。何でも覚えたい。そう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 。なるほど。マジでね、暗記だけが。そっか。え、でも、出たら、出たら終わりですよね、暗記パン。まあね。うん。あ、そっか、食べたら終わりか。食べて。じゃあ何を書く？終わり。何を覚えたいですか？まこさん。え？でもなんか難しいですよね。なんかテストの勉強とかで、あの、数式書いて、食べて覚えるはできるけど。うん。あ、何個も持ってたらいいのか、暗記パンを。うん、え、食べちゃうよ。何枚も。アンキパン、
何個も持ってますよね。え、そんな一回きりなアンキパンってあります？そう。何個も持てる？最近の食パンだって2枚入りだよ。え、じゃあ何枚入りなんだろう、知らない？6枚入り、8枚入りとかで。そんなセット。いやでもアンキパン一回きりなわけ、うん、なんだろう、なんだろう。使うのは一回きりだけど、うん、1枚しかないわけはないと思ってるから。確かに。確かにそうですね。いや、ぶっちゃけ世の中の食パンが、そうだぞ、そらちゃん、もう、おい、もう、バカなこと言ってんじゃん。世の中の食パンが全部ちょっとアンキパンになってくれれば、すごい嬉しいんですけど。やばい、みんな覚えてますね、じゃあ。一言一句忘れない。なんかね、まあ、なんだろう、セリフ覚えたいなとか覚えなきゃなっていう時は、確かに台本見ないでも、もうパンクにやって食べる。食べたら。ね。アンキパンマジで、それめっちゃいいですね、本当に、うん、欲しいやつですね。うん、なるほど、はい、じゃあ何枚もね、6枚ぐらい入ったアンキパンが6枚を10セットぐらい欲しいな。10セット、わー、もう毎日使うつもりですね、食パン。はい、じゃあ次行ってみましょう、はい、何が出るかな、何が出るかな。食パンって味塗ったら大丈夫なんですかね、ジャムとか塗ったら、ね、確かに美味しいのかな、あれって、うん、食べたら美味しいんですかね。あ、じゃあこれまたソラちゃんじゃないの、もし手に入れ、はい、もし手に入れられるな、あ、やばい、すいません。もし手に入れることができるなら、うん、A 手から水が出る、はい、B 手から炎が出る、うんうん、調節可能過去って書いてます、はい、調節可能。ああ、なるほど、特殊能力ってことですね。水か炎か、そうですそうです、うん、なんだろう、私は水です。水か、そのなんでですか、だって人間って 60% 水じゃないですか。あー、確かに、そう、だから 60% だっけ、うん、なんか、うん、まあ何パーか水じゃないですか、かなり、かなりの、うん、はい、過半数ですね、うん、8割とかなのかな、80%、 まあ結構タプタプじゃないですか、人間って。まあまあ、確かに、まあ、なので、もうピンチの時は、あの、水分、何、脱水症にはならない。すごい、なんか現実的だな、自分で飲めるから。めっちゃ考えてるな。でもその水は自分のじゃなくて、自分のじゃないです。あ、体内の水はやばいですね。体内の水だったらもう、そしたらもう水分がなくなっちゃう。自分のじゃない。だから、だって炎だったら出せないじゃないですか、自分で、うん、体内でね、対照的なね、そうそうそう、炎がね、だから、うん、自分のじゃないんですけど、うん、あの、水だったら、うん、あの、脱水症にはならない。うん、現実的やな、うん、もしマラソン大会に出てて、もう疲れすぎて水逃した、でも水ありますみたいな、うん、時とかも使えますし、現実的やな、まあ、まあ、そうね、多分いろんなことに使えると思うんですよ。そうだね、水さえ飲んでれば、まあ、命長引くね、まあまあ、あの時間が、日数が増えるんだよね、多少は生きていけるとは、うん、めっちゃ考えてるやん、まあ、うん、あとなんかスケートがしたいってなったら、うん、まず水出すで、うん、氷にする。これさ、はい、超寒い中じゃないと氷できなくない？あ、ディベートが始まりました。まあまあ、いや、でもそしたらもう、あの、上の方に行けばいいんですよ、自分で。あー、北極、うん、そうそうそう、でもすでにあるよ、氷、まあ、どうしても、ね、氷したいならね、うん、そう、あ、そしてかき氷も食べれますよ、うん、うん、確かに、うん、あれ、あんまり説得力がない。いや、可愛いなって思ってます、私は。水も飲めるし、かき氷も作れるし、うん、し、で、スケートもできるし、うん、できるし、で、うん、うん、そうなんですよ。はいはいはい。そうか。なるほどね。で、わかりました。で、めっちゃあるやん。移動したい時があるじゃないですか。めっちゃあるな、うん、移動したい時。そしたら、うんうん、手から水を出して。あ、そう、移動は楽そう、なんか。でも、周りに結構、ジェットで。そう、ジェットで。周りに被害が出るよ。いいの？そんな現実的に考えてるけど。いや、でも、みんなに言えばいいじゃん。水出ます、水出ます、今から水出ます、言えばみんな、あ、水出るのか、避けようってなって、被害は少ないと思います。窓の、うん、一番上の窓の掃除もできます。こう、ああ、それはありがたいね。そう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 、それで人を助けるみたいな。人を助ける、はい、どうぞどうぞ、二人の意見をどうぞ。そうだな、おもろいな。そうだな。はい、まこさん決まってます、
あの、理由は違うけど、うん、はい、私も水は出したい。水は出したいですよね。全然理由は、全然理由は違うんですよ。影響されてる。そう、まずね、青が好きなんですよ。水が好きなんですよ。はいはい、で、まあ、うん、なんか、なんだろう、RPG 類とか、ゲームとかでも、だいたい水色が好きだったりとか、はい、水キャラが、はい、水属性のキャラが。水に憧れがあるんですね。そう。はいはいはい、だから、まあ、水、手から水出すってもはや自分が水属性って意味じゃん、うん、そうですね、私は水属性になりたいから手から水を出したい、うん、なるほど、そう、あの、なんか全然現実的じゃないんだけど、うん、でもかっこいいですよね、うん、水出せるよでしょ、そう、手から水を出すが、うん、イコール自分が水属性になったっていう、うんうん、こう嬉しさが見た目でわかるから、うん、いい自己 PR にもなる、う、うんうんうん、なるのかな、まあ、特技ね、うん、特技になりますね、うん、だから、うん、私は水を出したいけど、うん、現実的にはそんな考えてなかったな、うん、夏とか大活躍ですよね、そらちゃん、ね、めっちゃ現実的に考えてるから、うん、憧れとかじゃなくて、うん、いや、なんか凍らしてるから氷属性入ってんだよね、そうそう、調節可能です、水だけじゃどうにもなんねえなって、うん、ちょっと思ったな、私も被っちゃうんですけど、うん、あの、水の方ですね。やっぱり水、うん、水かい。なんか、憧れちゃう、やっぱり。わかれないかい。やっぱみんなで水属性だ。水属性だな。水属性の3人で。わかれない。行ってみましょう。よし。よし。だから水。まだいけますかね、大丈夫かな、うん、はい。じゃあもう一個、引いてみます。はい、何が出るかな、何が出るかな。はい。はい。なんだなんだ。あ、では、菊谷のやつでした。すいません、まこさんのがまだ聞けてない。とりあえず読みます。いいはい、と本命チョコ、渡したことあるです。ない。ない？あ、やっぱり？え、ま、ないな。ま、やっぱりって何ですか？あ、違う違う違う。違う、そんなバカにしてるわけじゃなくて。あれ、こっちに言った？違う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 。わあ、まあ。違いますよ。もう本当に。もう、で、あるんですか？あなたはあるんですか？あるんですか？すいません。あの、ないんです、私も。うん。はい。ないんかい？なくて、ない。いや、ないけど、その、なんか、二人はあるのかなと思って。なんか、そうなんです。うん、なんか、私、基本的に、お料理が苦手なんですね。はい。もう自炊も全くしなくて、毎日。うん、一緒ですか？同じだよ。はい。だから、ましてはもう、同じだよ、お菓子作りなんてできないんですよ。はい、わかる。わ、うん、かります。できなくて、まあ、小学生の頃から、高校生の時まで、うん、まあ、本命は渡してない、渡したことないけど、うん、友チョコとかあったじゃないですか。はいはい、あったね。そう、部活とかで配ったり。うん、そういう時は、もうみんなすごいクオリティのものを作ってくれるんですけど、うん、私はあの、100均で、うん、あの、なんかアルミで作られたあの、型みたいなのあるじゃないですか。アルミで作られた型わかる、うん、なんかカップみたいなやつ、はいはいはい、に、ただチョコレートを溶かして、メカ入れて、固めたやつしか、もう小学生のが作るやつしか渡せなかったんです。簡単なやつ、うんうん、だからもう、本命、なんかさ、小学生の頃とか、うん、なんか、何個もらったとか、男子が言ったりするじゃないですか。え、あるそれ？え、ありましたよ、私。え、あるの？なんか、お家まで持ってったとか、なんか、あった。お家まで持って、ああ、うん、そういうこと？そうそうそう。だから、まあ、私はその作れたとしても、そんなチャッチーノしか作れないし、うん、もう絶対そんな勝負できないから、そうそうそう。だから、二人は、なんか、どうなのかなと思って。いや、でも、結構バレンタイン作ってました？トマチョコめっちゃ作ってました。うん、なんか、製菓のね、あの、専門学校だったのもね。そう。で、なんか、バレンタインデーじゃなくても常にお菓子をみんな作ってくるっていう感じだったから、やっぱりもうバレンタインデーってなったらみんな気合が入って、もうものすごいものが、いやーすごいな、それがすごい楽しみだった。へえ、いや一番友チョコを私会ってたのが小学校の時、はいはいはい、でまあその時は何でしょうね、型にチョコを溶かしたのをやって、その形通りにアルミで包んで、うん、ちょっとなんだ、折り紙で器作って、うん、折り紙で器、あ、そう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 、うん、箱みたいなちっちゃめの箱作って、それをビニールに入れ、なんだ、うん、ビニールっていうか、うん、袋に入れてラッピングして、うん、かわいく近所で近所の子と私会ってたけど、うん、それが最後かな、うん、あの、そうね、まあ、真面目だから、うんうん、
中学校の時とか、お菓子も、なんだ、なんだ、バカにしてんのか、真面目だからって真面目だから、なんだ、はい、なんだから、いやいや、まあ、マカさん真面目って思ってますよ。お菓子持ってったら、うん、マジでもう、なんだ、いちいち言わないの、ちょっと入れないで、はい、お菓子持ってったら没収されたり怒られたり、もう あの連帯責任が問われるの、部活で。そういえばあったわ。お菓子の袋あったからって全然関係ない、お前らが使ってるからそこ全員あれだって、全然、あの、あ、私運動部じゃないんですけど、はい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 、あるんだ、連帯責任はあったから、なんか厳しいんですよね。そう、私やってないから、本当やった人ふざけんなって思ってるのがすごいあったんだけど、うん、あ、そういうことか。だからあえて作ってなかったってことですね。あとちょっと面倒くさかったのと、もあるんだけど、うん、そうね、お菓子持ってっちゃダメだったからやってない、うん、ああ、なるほど、作ろうと思えば言い訳に聞こえる、作れるぞって、うんうん、で本当は作れるぞ。そう、こで高校の時は、はいはい、あれね、1ダース入ったお菓子を3種類買って、あ、もう買ってたんですね。好きな味どれって言って、うんうん、1粒あげるって言って、残ったのは全部私が食べるから、あの、最高ですね、どれがいいって言って1粒だけあげて周りに、うんうん、それで配ってました。そう、それで終わったかな、うん、そうで、ほんとね、自分もやってたけど、うん、なんかね、あの、こいちゃ本当に本当に申し訳ないこともあるんだけど、はいはい、いや、なんかただチョコを溶かして固めただけじゃんって思っちゃったから、うん、なんか、あ、自分のやつをですか。あ、そうそうそう、自分のやつも含めて、うん、なんかただチョコを溶かして固めただけだから作ってないのよ、うん、まあそうですよね、うん、そういうものも そうです、多分そらちゃんとかめっちゃ作ってるタイプだと思う、ね、いろいろ、うん、焼いたり、焼いたり ね、いろいろ作るから、焼いたかも、お菓子として作ってるから、うん、いや、なんかね、そうって思い始めてから作れな、はい、無駄なのではって思っちゃった、買った方がいいのでは、買ってるので良くないって思っちゃったから確かに、いや、めっちゃわかる、だから、うん、はい、わかります、とりあえず買って、うん、まあ、賢いですよね、好きなのをできない食べてくださいっていうのをやるようにしたかな、うん、なるほど、あ、まあ、シンプルに作れない、うんうん、クッキー作りを失敗したことがあるから作れないんだけど私作れないんだけど、そうだからあんまりないし、本命チョコなんて本命ができたことないから、うんうん、ないな、初恋はまだということです ね、もちろん、はい、楽しみです今後に今後に、はい、確かにね、でも私は作れるようになりたいなって思ってて、うん、あ、思ってるだけ偉いと思う、そう思ってて、うん、だからまあ機会があれば、うん、そらちゃんに教えていただきたいかも、うん、かもかもなんだ、できたらね、キッチンとかね、キッチンとか、うん、狭いけど一緒に頑張ろうそのね、一人暮らしはね、キッチン狭いよね、うん、はいはいはい、ではでは今回はここでお別れです、はい、このコーナーのお相手は菊谷真央と渋谷空と時田真子でした。またね。彼女たちが声優にならないと絶対に言うことがない言葉。おやおや、こんなところに隠れていたとはね。坊や。カルチャシンドローム。カルチャシンドローム。この番組は I&S ファクトリーの提供でお送りしています。パパです。ママです。立花です。時田真子です。菊谷真央です。渋谷空です。いや、もうその、ママの誕生日、何飯食いに行くかってさっきそこでずっと話してたんだけど。待って待って、もうこれカルチャーの頃終わっとるからね。そうですね。何しようかって結局、はい、しゃぶしゃぶになりそうなの。あららら、いいですね、しゃぶしゃぶね。ママね、焼肉としゃぶしゃぶの二択だったらば、うん、俺は焼肉なんだけど、ママはしゃぶしゃぶなんですよね。あ、でもね、今日はそのひとみさんの誕生日のお祝いですからね、しゃぶしゃぶですよね。しょうがないかな。しゃぶしゃぶいいですよね。いいよね。食べ放題とかでめっちゃ食べられるし。ね、食べられるね。この年になるとね、食べ放題っても、まあね、そんなに量食わないんですよ。確かに、ね。元取れない。そもそも元は取るとかあれじゃない。あ、
そうそう、しゃぶしゃぶって言ったらさ、あの俺の知り合いの女社長がさ、あのしゃぶしゃぶ食いに行った時にさ、あのじゃあ私入れるねなんて言って、うん、あの肉を塊のままドボドボ入れるやつ、それね、そうね、はい、さすがに俺怒ったわ、うん、やめろよって、うん、いろんな食べ方がね、それしゃぶしゃぶじゃねえじゃん。僕も以前はそうだったけど今はもう考え改めました。ただの肉の煮物になってる。そうそうそう、やっぱしゃぶしゃぶはね、しゃぶしゃぶしてなんぼっすよ ね。 なるほどね。びっくり、どうせお口のお口の中に入るお口って言うな、お前。そこだけ平野レミさんみたいなね、胃に入っちゃえば同じって、ね、本当に変な女社長なんですよ。いろんな人がいますわな。そうね、いやいやいや、楽しみ楽しみ。はい、告知のある方お願いいたします。はい、立花です。前回もお伝えしたんですけれども、てかもうずっとお伝えしてるんですけども、レゴ忍者号ドラゴンライジング編、YouTube の レゴチャンネルにて配信中でございますので、ぜひ、お楽しみください。はい、一条の方なんですけれども、リベンジ公演、キャロルギャングスター&ダウンタウンプリンセスが、5月の18日と19日同日の、2日間、全4公演、開催することが決定いたしました。昨年10月全公演中止となってしまいまして、大変なあの思いをしたんですけれども、皆さん一致団結して、同じ、キャスティングで、リベンジ公演という形になりまして、皆さん気合い入っております。現在、絶賛稽古中かなだと思います。この頃になると、はい、ぜひよろしくお願いいたします。3月1日から予約開始予定でございますので、X の方、注意してご覧になってみてください。ぜひよろしくお願いいたします。5月18日と19日でございます。さ、そして、また、おじゃる丸の方が、4月ぐらいから、春から、放送開始予定でございます。第27期でございます。内容もまた盛りだくさんになっておりまして、もうとんでもない話があったりとか、もしかしたらあの人も出るかなっていうような、そういう話もありますので、ぜひ、ご覧になってみてください。さあ、それではですね、カルチャーシンドロームからのお知らせよろしくお願いいたします。はい、この番組ではカルチャーメンバーへの質問やお便り、毎月募集しているメールテーマなど送ってください。メールアドレスは小文字で KARUCHA、 そして数字で1013、カルチャー1013 @gmail.com です。おはがきは郵便番号 112-0012 東京都文京区大塚 4-41-7 I&S ファクトリーカルチャーシンドロームの係までお願いします。そして公式 X もあります。@カルチャーアンダーバーメイン、出演者やスタッフがつぶやきますので、ぜひフォローしてください。そしてそして、私たち3人からお知らせがあります。新アシスタント3人の X が絶賛稼働中です。アカウント名は新私たちは世界で一番の声優になりたいのだ。ユーザー名は@カルチャー MM、 ユーザー名は@カルチャーアンダーバー MMS です。カルチャー以外のこともたくさんつぶやいておりますので、ぜひ皆さんフォローよろしくお願いいたします。さあ、そろそろお別れのお時間となりましたけれども、今日は2月28日配信予定分でございます。うるう年ということで、もう1日あるんだそうでございますね。そう、明日あるんですよね。で、その次が3月1日になりますので、はい、もうすぐに、3月になっちゃいますよ。来月3月のメールテーマは、皆さん苦手の花粉症でお願いいたします。だいぶ3月暖かくなっているでしょうからね、皆さんの花粉症対策、花粉なんて大嫌いだ、
ていう方、いやいや花粉大好きだっていう方、いないでもない、まあマイノリティなんでしょうけど、ね、いたらびっくりしちゃう、びっくりする、私は後者の方でございます。いやそんな嘘をつけとかなんとか言いつつね、その、あの季節になってくると結構私もくしゃみが多くなってきちゃったりなんか、やばいぞやばいぞ、うん、やばいかな、デビューしちゃうかなっていう今日この頃でございます。いやいやしない方がいい、はい、怖いです、絶対しない、はい、なんとか、はい、還暦まで耐えたいと思います。はい、なので、なのでというわけではありませんけれども、3月のもうが目の前にありますので、はい、カルチャーシンドローム、このシャープ314、聞きましたらもうぜひ、メールよろしくお願いいたします。あの普通歌でも全然構いませんからね、よろしくお願いいたします。お願いします。はい、ということでございまして、カルチャーシンドロームシャープ314、2月28日水曜日配信予定分は以上でございます。お相手は一条和也と立花亮と時田真子と菊谷真央と渋谷空でした。それではまた来月でございます。せーの、チャオー。カルチャーシンドローム、この番組はアイ&Sファクトリーの提供でお送りしました。